廿日市市宮島町の宮島交流館で開かれたイベントには廿日市市などから親子が参加しました。このイベントは小さな子どもたちにモン・サン・ミッシェルがどんな島なのか関心を持って知ってもらおうと友好都市提携15周年を記念して開かれたものです。参加した親子は思い思いの色を塗り、幅 2.1 メートル、高さ 1.3 メートルの段ボールを積み上げて作ったモン・サン・ミッシェルの模型に家や人形などを並べました。これはお花畑がある不思議なお家、テープいっぱい貼ったお家。廿日市市観光課によりますと、モン・サン・ミッシェルの模型は今月28日に行われる記念式典でお披露目され、今年秋にはフランスでも展示が予定されています。